つまって苦しいなら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜、151年風を落とした窓。はい、皆さんこんばんは。今日はですね、浜越シルムの第86回の放送を、神奈川県、災害ボランティアネットワーク、ね、あのブラステ、通称ブラステの方から、今日は行わせていただいております。ここってあの県民サポートセンターの何階でしたっけ？11階ですよね。いつもあの私なぜか12階っていう風に記憶をしてて、1階の12階に上がってからわざわざ階段で降りてきてるというね、何階来てるんだって感じなんですけど、はい、あの11階にございます、ブラステの方から今日はお話していただいております。で、今日ですね、すごいたくさん の, あのスタッフの方というか、ね、ブラステの方々がいらっしゃいまして、であの会議もなんか今ね並行して行われているようなんですけど、今回はね、あの女川で、サンマを焼いてきたというか、そんな風に言っちゃったらあれなんですけど、あの女川の方であの活動されてきて、それで帰ってこられたばかりの方々がいらっしゃるんで、その話をね、今日はメインに聞いていきたいなと思うんですけれども、あのその前にですね、あのちょっと今日はスペシャルなゲストをお招きしておりまして、ご紹介をしたいと思います。比嘉ダビド、久藤リアオさんに今日は来ていただいております。はい、長い名前ですいません。いやいや、ありがとうございます。とても素敵なお名前でダビドってこれ英語で言うとデビッドで、デビドです、はい、ダビデですよね。そうです、そうです、はいはい、特にそっちの方となんか関わりがある。もともとカトリック系のキリスト教なんです、はい、うち の,、あの親が、はい、でその最初に、洗礼を受けるときにですね、あの最後の晩餐って絵あるじゃないですか、はい、そこのキリストとあとこう12人の、はい、いるじゃないですか、その中のお一人の方の名前をいただいていいんですね。なるほど。でそれでダビデ王の、名前をいただいたという。すごいですよね、王様の名前がついてる方というダビデ王っていうのかちょっと分からないですけど、はい、そうですね、はいはい、で、お生まれは、お生まれっていうか故郷はふるさとは、南米のボリビア、はい、南米のボリビアです、はい、で生まれられて、はい、生まれてであの育ったのは鶴見という。そうです、8歳まではボリビアに、ええはい、いたんですけども、はい、その後はずっと日本の、はい、鶴見で、鶴見で、はい、横浜の、横浜しかも鶴見っていうそうですね、まあ、いっぱいいるんですよね、そうです、そこにはね、はい、あ南米から来られた方、南米のペルーとか、はい、ブラジルの方とか、はいはい、結構いますね。そうなんですか、はい、まあ、その関係でやっぱ鶴見っていうのがあったんですかね、はい、で、比嘉さんはですね、あのまあ、お仕事としては、ブライダルのとか、はい、あのビデオとかの撮影を編集とかをされてるとか、はい、はい、であの今回ですね、実はその特別なその写真展の方を開かれるということなんですけれども、まあ、ビデオではなくって写真で、はい、撮られてきたものをあの、まあ、鶴見の方で、展示されてるということで、はい、まあ、その、 あのことでね今日は来られてるんですけど、はい、どういうものを撮られてきたんですか、またそ の, あの経緯とか。そうですね、はい、内容としましては、ボリビアで生きるその貧困者とか、あとは障害者、はい、その方たちにスポットを当てて、撮ったものなんですけども、きっかけとしては、2年前に、19年ぶりに自分の母国に戻って、でその時にはまだあのそういう方たちのこう写真撮ろうと思ってなかったんですけども、あの19年ぶりに戻った自分の国がまだこんな状態なのかっていう、はい、ことにちょっとショックを受けまして、はい、でどんどんこう奥の方奥の方に入っていくと、うん、どんどんこう悲惨な状態というか、はい、そういうのを目の当たりにして、うん、でまあ、こうそれで撮り始めたって感じですね、はい、その8年前に横浜に来られる時は
8歳の時に来られた時は、なんかその例えば自分の国についてのなんか記憶っていうか、まあ、8歳だから結構ないんで、そんなに、はい、なんだろう、ほとんど楽しい思い出しか、うん、まあ子供だから、まあねはい、残ってないんですよね、うん、で大人になってその楽しい思い出のまま自分の国に帰ってみたら、はい、まあ、やっぱり日本でずっと暮らしてるんで、そういう発展途上国なんですけどね、はい、もうボリビアやっぱり行ってみてちょっと、うん、まだこんな感じかって、うん、で、まあ、一般の方々の生活のレベルもそんなに高くないんですけども、はい、あのやっぱり物乞いの方とか、あとは障害者、はい、その方たちの生活がまあちょっと辛いような状態だったり、あとは社会のこう援助っていうのがないんですね、ほとんど、はい、そういう状況を目の当たりにして、うん、ちょっと目の当たりにして、まあ、やっぱりずっと日本でもう育ってきた自分としてはちょっとショックだったんですね、はいはい、それでちょっと撮り始めたっていう感じなんですね、うん、まあ、こちらにちょっとチラシを持ってきていただいてるんですけど、はい、あのこれが、鶴見の方で鶴見ふれあい館というね、あのまあ、公共 の、 あの施設があるんですけれども、そちらの方で9月の24日から、10月の12日まで開かれている、写真展の、チラシでございます。あのもともとビデオを、ね、はい、撮られている方なんですけれども、今回は写真展ということで、はいはい、ビデオから写真に持ち替えたのは何か。そうですね、ボリビアに行く前にですね、実際何に出会えるかっていうのが分かってなかったので、はい、あのビデオにしてしまうとどうしてもこう、まあ、絵コンテを描いたりだとか、こうきっちりゴールを決めて、はい、あのそれで撮影に臨まなきゃいけなかったので、でも何人でやるか分かんない状態だったんで、はい、それでまだこう自由が利く写真にして、うん、それでまあカメラ持っていったって感じですね、はいはい、まあ、8歳の時にね、はい、こちらに来られてるんで、そのボリビアの、はい、まあ、例えばまあ、地理とか街の様子とかって、はいはいはい、あんまりその記憶に多分残ってない中で、そうですね、まあ、はい、多分地図とか見られてとかいろいろ聞かれて、はい、そうです、歩かれたと思うんですけど、なんかそこでこう目指してたものというか、なんか特にここのところを撮ってこようっていうのは最初からはなかった。最初からはなかったですね、はい、一応あの野原翔子さんという方がボリビアにいまして、はい、その人は、はい、障害者自立支援施設をボリビアで作って、はい、で今もその施設を運営しているんですけども、はい、その方をですね、日本で2007年の時にその方が、はい、日本のテレビに出たんですね、でそれを見ていて、でその、はい、まあ、記憶があったので、はい、まあ、ぜひ野原さんにはちょっとお会いしたいなとは思ってたんですけど、うん、はい、あとはほとんどもう特に目的はなくて、もうそれだけでしたね、その、うん、はい、で実際野原さんに会ってみてからいろいろこう、はい、いろんな事実が分かってきて、はい、そこから写真どんどん撮り始めたって感じですね、はい、で今回ね、あの、まあ、報われない街っていうふうなタイトルをこれつけられてるんですけれども、はい、あのこのタイトルに、まあ、込めた思いっていうか、日賀さんの、そうですね、あの例えば障害者の方がいるとして、はい、その子がいくらこう頑張ろうと思っても、南米のボリビアっていうところでは、例えばその障害者の施設、はい、例にとってみると、あの国とか自治体からのバックアップっていうのがないんですよね、はい、なので自分たちだけでその運営費っていうのを賄っていかなきゃいけない、自分たちで、はい、その例えば野原さんが作った施設であれば野原さんが何とかしなきゃいけない状態なんですね、うん、はいはい、なのでなんだろう、こう障害者の方っていうのは施設に入れればまだいいですけど、はい、入れない人が、はい、あのいくら頑張ろう頑張ろうと思ってなんかもがいて頑張っても、助けてくれる人が本当に少ないんですね、はい、で施設に入ったとしても施設がそういう状況だから施設が潰れちゃったりとか、はい、そういう国の状態がそういう状態なので、あの、まあ、必ずしも一人一人の努力が報われるっていうような状況になってないんですよ、はい、まあ、あの正直言うとやっぱりその私たち、まあ、日本人って
あの特に南米の国のことって、あ そ, うね、そんなにやっぱりこう知らなくて、はい、私自身も正直言ったら ボリビアって、はい、あのどこにあるのかなって場所ぐらい、ね、場所すらもう危ういぐらい、はい、もう恥ずかしい話で、はい、そんな感じの状況しかないんですけど、あのやっぱそういうこうね、あのあまり情報がない中で、はい、やっぱりそこのこう、あのそことの、まあ、多分架け橋に、ね、なっていくような形だと思うんですけれども、うん、はい、今回のその写真、まあ、もちろん、ね、一番写真を見ていただくのが一番早いのかなと思うんですが、はい、あの写真を通してやっぱりこう伝えたいこととか、何かこう皆さんに見ていただきたいことって特にどんなことが。そうですね、やっぱりこのボリビアの状況っていうものを、はい、知ってですね、その日本がいかに豊かであるかっていうこと、うん、あの自分の友達とかもそうなんですけども、次から次にいろんなことを求めたりとか、刺激だったりとか、はい、物欲だったりとかなんですけど、はいはい、そういう友達を見ているとなんかこうもう十分豊かだよっていう、うん、だからそんなに焦らなくてもいいと思いますし、うん、例えばなんか出世したい、はい、でそれが空回りした時にすごく落ち込んだりとかしたりするんですけども、うん、あのそこまであのなんだろう思わなくてももう十分だよと、せめてそのことにはちょっと気づいてほしいなって、はい、僕もボリビアに行って、はい、その日本での自分の生活とか、うん、それがすごい豊かだったんだなっていう、うん、はい、すごく安全ですし、はい、それに気づかされたのがあったので、うん、はい、ぜひそのことにもし気づけていただけたら、はい、多分ちょっと見ていらっしゃる方そのにちょっと分かりやすいように、まあ、最初にお聞きすればよかったんですけど、ボリビアにもし、はい、あの行かれるこう交通手段っていうか、まあ、当然飛行機なんですけど、どこを経由で行かれるんですか。直通とかでは当然ないですよね。だいたい2日半ぐらいかかっちゃうんで、はい、なんかそれを話していただくと多分イメージが皆さん湧くと思うんで、まずどこ、あ、ボリビアに行くためには、はい、まあ、アメリカに行って、はい、そこからアメリカのどこまで行くんですか。アメリカのどこ、あの私実はドイツから行ったんですけど。あ、なるほど、はい、ドイツからだとどこまで行ったんですか。ミュンヘンでしょ。ミュンヘンから、ミュンヘン、はいはい、まで行って、そこからサンパウロ、ブラジルのサンパウロ、ね、なるほど、うん、でその後に、ボリビアに到着って感じ。サンパウロからボリビアまではどのぐらいなんですか。は3時間ぐらいなんですけど、はい、でも私はあのサンパウロで10時間待たされましたね、うん、あその待ち時間も計算するしなきゃいけないんで、はい、うん、そうするとね、どうしても、なるほど、そうすると、まあ、基本的には多分日本からだと、まあ、サンパロっていうかブラジルまでは多分、ね、飛行機っていうのはあるとは思うん で、はい、まあ、いずれにしてもアメリカ経由なのか、直接なのか分かんないですけど、はい、あのまずはサンパロまで行っていただいて、はい、まあ、行くと行って、そこからこう3時間ぐらい飛行機で、そうですね、南北、はい、ブラジルの横とかっていう横ですね西の方下がる感じ、はい、西の方に下がるって感じですね、はい、はい、まあ、もちろん地図を見てたけど分かるんですけど、地図見てもね、なんとなくこうぼーっとして、ね、はい、イメージが湧かないんで、はい、はい、まあ、ブラジルからこう西に下がるような、はい、あの内陸国です、内陸国ですね、はいはい、でそこのところであのやっぱり撮ってこられたその写真、はい、気候的にはどんなところなんですか。暑い、山の上とか、あの標高が、はい、まあ、海抜0メートルのところもあれば、3700とか4000とかの場所もあるんですよ、はい、なので本当場所によってもうすごい暑いところと、はい、本当に寒いところにこう分かれちゃいますね。国の大きさから言うと、例えば日本で言うとどのぐらいとか、日本のですね、大体ちゃんとした数字が分かんないですね、うん、あの大体こう感覚的に8倍だったかな、なんか日本の8割ぐらい、8倍ぐらい、8倍ぐらいだような、うん、日本より大きい、日本よりは、はい、はい、で日本よりも人口少ないんですよ、うんうん、あ、そっか、じゃあだからだいぶ人口密度は、はい、広がって、はい、皆さんがこう広がって住んでる感じで、はい、なので都市部から車で20分ぐらいも、うん、でも行くともう、うん、本当に家がまちまちな感じになっちゃいますね、はい、で、そのボリビアの中で一番大きな町って、
番大きな町はですね、まあ、首都とか首都はラパスなんですけど、ラパスが3700メートルところにある場所なんですけど、うん、一番大きいって言ったらサンタクルスという、サンタクルス、はい、そこが、そこはあの気候がすごい暑くて、はい、過ごしやすいんですね、はい、なので人がすごい集まりやすい、観光客とかが、はい、そこが栄えていると思います。比嘉さん今回行かれたのは、私は、コチャバンバっていうところ、はい、そこにあの野原さんがいたので。なるほどなるほど。それは首都からちょっと離れた、離れた場所です、うん、はい、最初はあのサンタクルスにいたんですね、はい、で私5ヶ月半いたんですけど、最初の2、3ヶ月はもうずっと勉強してたんですね、はい、言葉を忘れてしまったので、うんうんうん、その時はあのサンタクルスの場所にいて、で勉強終わってからコチャバンバに移動したって感じ、はい、食べ物とかはなんかどんな感じなんですか。食べ物はですね、肉がやっぱ多くて、肉やっぱり多い、そういう、なんて言うの、野生的な肉をどんなふうに用意するんですか。焼いたりとか、あのレストランに行くとですね、はい、こう炭火で、はい、もうでっかい肉をこう焼いて、はい、で音楽もガンガンかけて、はい、でレストランも広いんですよ、はいはいはい、だからすごい開放的で、うん、でこう、まあ、野生的な肉をこう、うん、ガッとこう食ってるって感じですね、うん、はい、まあ、当然やっぱりこう都市とかあるんだから、そうやってこうレストランとかに行って食べたりできる人たちももちろんいるんだけれども、いるんですけども、だけど、はい、さっきおっしゃってるのはその障害者の方々に対しては、 そのレストランっていうのも、うん、まあ、大きいところになればなるほど、はい、お客さんがほとんど欧米の方なんですよ。なるほど、ね、で、うん、現地の例えば、まあ、インディアンというような言葉で言った方がイメージしやすいと思うんですけど、はい、うん、そういう方がちょっと物声に来るんです、うん、その食べている欧米の方たちのところにこう、はいはい、行くっていうような状況なんですよ、はい、はい、でそういうやっぱり状況現状っていうのはもうやっぱりこう写真を見ていただいてね、そうですね、はいはい、そういう状況なんですね。あの本当にですね、まあ、このポスターっていうかチラシにはあの写真がね1枚だけ、はい、あと1枚だけあるんですけれども、こちらですね、鶴見のふれあい館っていうのは、JR の鶴見駅の西口から出て徒歩3分ぐらいですね、商店街があのちょうど出て、右側の方にあの出ると正面に、なんだっけ、みずほ銀行があって、であのずっと右に曲がってしばらく行っていただくと3分ぐらいですよね、はい、吉野家の隣です、はい、はい、吉野家の隣ですね、はい、まあ、彼と思いますんでね、はい、ぜひぜひこちらの方行っていただいて、10時から17時までこの、17時まで、はい、入ってますの で、はい、で入場も無料ですの で、はいはい、10月の12日までやっておりますので、はい、あのそのボリビアのね、あの本当にその現状っていうか、その写真をですね、ぜひ見に行っていただければと思います。私もあのまだちょっと行ってないんですけど、はい、近々行かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、したいと思います。はい。最後になんかちょっと一言だけ何かメッセージを残していただいて、また行かれる？行かれる？あ、ボリビアですか？はい、いや。ちょっとお金の方がですね、そうですよね、なかなかね、真裏なので、はいはい、行くのも結構ね、仕事も休まなきゃいけないし、はい、まあでもこのね、写真を持って、そうですね、はい、はい、あの11月には新宿のエプソンでも写真展を行いますので、なるほど、はい、わかりました。じゃあ東京の方もね、そちらの方にぜひ見に来ていただければと思います、はい、お願いします。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ということでコマーシャルが入んないね、はい、ユースト放送というね、自分でコマーシャルをやれっていう感じなんですけどもね、ということで比嘉さんに代わってですね、今度は女川に行ってきたチームに、チームというか方々にちょっとお話を伺いたいなというふうに思うんですが、まあ、あの一生懸命なんかあのこうホワイトボードが入ってくる感じでこう一生懸命、はい、
まあ、たまたまではないですけどね、あのやっぱりこう比嘉さん の, あのやってらっしゃることもやはりこう支援が必要な人たちに対してのね、あの活動なんですけれども、これからのお話もまさにあの、まあ、この日本の中でね、皆さんもご存知の、やはり東北に対する支援をされている神奈川の本拠地からちょっとずらしましょうか。はい、じゃあちょはい、ということで3人の方々に今日は来ていただいてますが、簡単にお名前をこちらの方から。はい、すいません、神奈川東日本大震災ボランティアステーションで、今ですね、広報とあの道のく絆めぐり事業というあの新しい事業の方を担当させてもらってます、岩見と申します。よろしくお願いします。お願いします。こんばんは、同じくあの道のく絆めぐり事業ちょろっとだけ手伝わせていただいておりまして、先日のさんま の, あの小長の方のお祭りにもバススタッフとして行かせていただいておりました工藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、私は、いつも編集チームの方で記事を書いたり、速報の担当をしたりしているんですけど、今回はちょっと、KSBA の中で布造りプロジェクトというのを立ち上げて、それが長田と関連しているので、今回の絆めぐりに参加して、ちょっとしたアレンジをした有川美希子と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、岩見さんと工藤さんと有川さんが今回、長田に、まあ、行かれてということで、まあ、行かれてというか、そのね、小長の、行かれたものの記事とかを編集されたりとか、いろいろ、まあ、あのいろんな役割を、やりながら、支援をされているということなんですけど、ね、あのこのボランティアステーション自体、とにかくすごい広範囲なところで支援活動を行ってらっしゃるんで、まあ、いろんなチームが当然いらっしゃるわけですよね。そうですね。はい、でそこの中で今回は小長という、はい。今回は行った目的というかメインは何だった？そうですね、もともと女川の方には、うん、去年のですね、一番最初が11月にあの南部祭りさんで、南部市場さんっていう、はい、あの横浜の、はい、あちらの方で一回ですね、女川の人たちと南部市場さんとか結構つながりが濃くてですね、向こうのこうサンマを焼くみたいなイベントがまず1回あったんですね、はい、その時にあのステーションでもぜひっていうことで、今ですね産業支援とかを中心に実は行っている、メンバーの一人が結構中心になってですね、そのつなぎをやってくれて、で、まあ、ボランティアを派遣したっていうのが1回目のつながりですね、はい、その後結構ですね、3月、今年の3月にも長川の復興祭にバスを出したりして、でみんなで行ったりとかですね、それ以外にも長川の町長さんがですね来てくださって講演会をやったりとか、はい、そういういろいろ今まで結構ご縁があって、でそのつながりで今回のサンマ収穫祭にもぜひ来ていただきたいっていう声がけをいただいたので決定してやることになりました。長所さんが来られた時、私もその講演あ、はい、そうですね、聞かせていただきましたけど、はい、すごい印象に残ってますね、やはり、はい、そうですね、長所さん若くて、ね、はい、とてもすごく元気な方で、もうこれからすごくするぞ、すごくなるぞ、長川っていう町長さんのシールが、町長さんシール、町長さんのシール売ってたんですよ、はい、町長のシールがあってすごいですよね、すごいですよね、横浜市長のシールとかね、これ全国の市長にもなかなかないと思う、ね、ないですよね、市長とか町長のシールとかってね、はい、小泉純一郎ぐらい思わず買ってしまいましたね、なるほど、
で今回はだからその、お祭りがあったということで、うん、はい、どんなお祭り？祭りはそうですね、お祭りはですね、今回はこういう女川のさんま収穫祭というので、まあ、今回第15回と書いてある通り、震災前から毎年開催していたものなんですけど、本当は昔は本当に 5,6 万人とか来るようなすごい、一大イベントだったらしいんですが、はい、去年やっと震災起きてから、まあ、去年もなんとか開催できて、ですごい町民の方とかですね、住民の人たち中心にうちわでこう開いたらしいんです、はい、で今回もやっとまた準備できて、でまあサンマの普通に炭火焼きをこう配ったりとか、すり身の、はい、すり身汁とかを配ったりとか、そういうのやったりしてたみたいです。これなんかちょっと見逃せないことが書いてあって、サンマ炭火焼き3000匹が無料、そうです、ね、すり身汁が3000食が無料すごいですね、3000匹のサンマって見たことないですけど、そうですね、サンマがすごい、もう新鮮で、これ工藤さんも焼いたの？サンマ焼きました、はい、焼かせていただいて、3000匹を、3000匹一人じゃないですけど、もちろん一人で焼いたらすごい大変だと思うんですけど、やってまいりました。そうですね、去年はやっぱり震災直後だったので、うん、収穫量も本当激減しちゃったらしいんですけど、うん、今年はすごい去年に比べて結構取れて、はい、まあでも3000匹ってすごい量なんですけど、うん、それをこう無料で配るっていう、実際には3000匹プラスアルファだった、プラスアルファで、そうです、ちょっと結構いってたらしいですね、大盤振る舞い、太っ腹で大盤振る舞いで、はい、食べたけみたいな、そうです、うん、さすが女川、さすが女川魂、はいはい、感じです、感じです。有川さんも行かれたんですよね。そうです、私は、まあ2つの役割で行ったんですけど、ね、その全体を取材して、うん、今後 ksvn.jp の方に記事にするという役割と、うん、あとはもう一個、そのさっきちょっと話しした布造りですね、うん、それを現地で作っている方がいるので、その方たちのところに行くっていう、あとはその主催をしている団体の代表の方を呼んで夜お話聞いたんですけど、その辺のアレンジをしたので、その関係で布ぞりってこちらにあるやつが、そうですね、ですか、その話を先にしっていいのか、うん、ちょっとなんかこれ気になる感じ、気になる感じ、3万も気になるんですけど3万以上にな, んかこうお腹空いてるところなんで、3番の話をするとちょっと耐えられなくなるかなって個人的理由もございまして、お腹の空かない、はいですね、T シャツで作ってる草履なんですね、はい、100%、うん、T シャツで全部 T シャツ、はい、通常の布草履って真ん中に芯があって、そこに左右にこう結びつけていく形なんですけど、これはかぎ針で細くした T シャツを全部おばあちゃんたちが編んでるんですよ、はい、でお長いにいるおばあちゃんたちが編んでる、そうです、お長いに仮設住宅という方が編んでて、はい、でこの編み方は他の布造りじゃなくて、高白浜っていう女川の中にある仮設住宅があるんですけど、はい、地域があるんですけど、うん、そこの人たちが編み出したオリジナルな作り方、で触っていただくと分かるんですけど、すごい硬いんですよね。本当だ。それが何でかっていうと、女川って海産加工の町なんで、うん、おばあちゃんたちはホタテの養殖網の内職とか、そういうのやって、力をゲッっていう力がすごい強くて、でその力を活用し、オリジナルな作り方を編み出してっていうような形で生まれたんですね。でその T シャツは全国の人たちから集まってくるものを利用して、そういう全国のつながりで作られてるんですけど、はい、私はその中で特にですね、私以前小笠原諸島っていうところなんですけど、そこに住んでたんですよ、はい、それで、これは今小笠原から届いた T シャツだけで作った布素材ですね。でそれを神奈川の方で販売して、うん、はい、販売というか分けしてまして、はい、でそれを表すためにこういうタグを海岸に落ちてるグラスビーチとか貝を貼ったタグをつけて、うん、はい、まあ、これは今回その女川のツアーとはちょっと関係ないんですけど、うん、こちらで買いたいなっていう方はボラステに連絡くれれば、はい、この草履が買えます。これね、草履ね、すごいなんか履いて歩くときすごく気持ちよさそうですよね。これはツボ効果、うん、足ツボ効果って、うん、足がむくまない、うん、やっぱ女川の手仕事、手仕事ね、はい、
しかもしっかりしてるんですよ、そこが。あ、そうです。だからすごい、ここあの裏がボコボコなんで、うん、あの床の掃除にもなる、うん、猫を飼ってるんですけど、はい、すごい毛がこう取れる。そうですね、今回その作り手のおばあちゃんたちにも会ってきたんですけど、うん、高白浜の人たちじゃないけど、はい、海猫ハウスは違うんですよね。そうですね、いくつかの仮設住宅があって、それぞれ仮設住宅は集会所があるんで、そこで作業してるんですね、はい。でそもそもこれが始まったのは、要するに経済支援というか、うん、あのそういう解散加工で内職した人たちが仕事がなくなっちゃって、うん、で仮設住宅で、やることもなくこう毎日うつうつとしているときに、うん、手仕事ってこう何かこう、うん、なんかやることで集中して、うん、で集会所で集まってみんなでやるとコミュニティが生まれて、話しながら楽しみながらできて、しかもこれ一足1500円なんですけど、1000円が編んだ一人様が行くという形なので、はい、お小遣いにもなる、うん、そういうのでこれを編み始めて、ばあちゃんたちがすごく元気になったんです。でそれを取りまとめているのが、女川に実家がある石巻に今住んでいる方、八木純子さんというんですけど、はい、その方がいろいろ新製品を編み出して、うん、まあ、それだけではこれこの場所に立ち行かなくなるというので、端切れを使ってこうちっちゃい造形ストラップとか、はいはいはい、かわいい、かわいいですね、ちっちゃいやつ、すごいかわいい同じ編み方で作ってるんで、うん、そうですか、うん、やっぱかぎ針使ってかえって手間がかかってる感じなんですけどね。でそのばあちゃんたちをぜひこうみんなに会わせたかったので、はい、今回のツアーにその海猫ハウスっていう、それは仮設住宅に行かれない、在宅避難者の人たちの集会所というか、そういう場所を作って作業所を作って、うん、そこに行ってみんなでおばあちゃんと話しながら草履を買うっていうツアーだったの、うん、の中に組み入れたんですね。すごいおばあちゃんたちが本当元気で、うん、なんていうか本当明るいんですよね。でやっぱすごい楽しそうに、うんうん、接してくれるし、やっぱこう、うん、すごい良い感じだったです、うんうん、なんていうかどっちかというと励ましに行ったんですけど、励まされてからおばあちゃんたちね、お腹がなくてみんな元気で、やっぱ愚痴とか言わないでしょ、たまにすごいことがあったから、うん、愚痴って暇がないと思うんですけど、だから逆に元気もらって、私たちも今後やっぱどんどんつながっていこうっていう気持ちに改めてなりましたね。あんなにね悲しい目に遭ってるのにすごく楽しかったんですよ、遊んでいただいたみたいな感じでしたね、私的に。そうで、なんかそのそれぞれの地域ごとにやっぱり編み方とかも違うらしくって、うん、なんか裏側とかの処理の仕方も八木さんにお話を結構聞いたんですけど、全然違うって言っていて、そうですね、仮設住宅によって自分らが編んだんだぞっていうのを示すために、ここにこう止めっていうか何ですか、カバーみたいなのを見つける仮設もあるし、うんうん、それぞれが技術を競い合っていいですね、そうですね、誰にも負けない草履を作るぞみたいな、それも張りになるっていう、うん、結構なんか八木さんがやっぱり結構そういうなんかビジネスセンスじゃないけど、うん、本当にあの先見的な目を持ってる方で、やっぱりその人、やっぱコミュニティの人たちがそれぞれに独立して、うん、あのなんていうかな、あのお互いに競い合いながら、でもすごいそれぞれにいいものを作っていこうみたいに、ね、うまく本当導いてるなっていうのがお話聞いてて分かって、すごいなと。まあ、お腹行ったことがあるので多少バッチリは分かるんですけど、あのこう道路で、まあ、町の中心部があって、で、まあ、そこまた道路で行っていくつかまた集落あってっていう感じなんですけど、仮設住宅ってやっぱりいくつかに分かれてる感じなんですか。ジョブさんのお話だと、仮設いくつか分かれてるんですけど、もちろん、はい、あのそれぞれ性格が違って、うん、高白浜とか、はい、あと、小野里浜とかいうところはもともとの地域の人がまとまって入ってるらしいんですね、はい、ですね、はい、だけど、ヘビタっていうところは石巻の人とかも入ってるし、はい、その一番被害がひどかった人たちを最初に入れたので、うん、もうまるっきりつながりない人たちが入ってて、そうすると集会場でこれやろうと思っても、うん、なかなか人が来なくて、知らない人だけだから、そうですよね、だけど最初に誰かがやり始めて、うん、だんだんつながりができると、あ、私も入ってやろうっていうので、そこでまた新たなつながりができるっていう役割も果たしてるって話ですね、うんうん、
なんでぜひそれを絆巡りの中に入れて、うん、一つのまた新しい絆を作ればいいなと思う、ね、はい、という感じですね。これはあのこちらのボランティアステーションの方で購入することができる。そうですね、ここだとまだちょっとプラスでは売ってないんですけど、はい、Facebook ページで女川、はいはい、小笠原コラボ布造りというファン、はい、あの Facebook ページがあるので、はい、そこにご連絡いただければ通販します、ね、わかりました、うん、あとなんか T シャツも全国から募集中なので、うん、ここもあのなんだっけ布造りプロジェクトで作ってるんだっけ、フェイスブック。こちらですね、ママサポーターズっていう名前で、その八木純子さんとこの本家本元ですね、うん、私たちはもともと八木さんをサポートする神奈川のチームなんですけど、うん、本家本元の方に送り先とかも書いてるので、うん、Tシャツをアクセス、そうです、はい、そうですね、どんな状態の T シャツが、もう中古の中古でなんか伸びる生地って言ってました、ね、中古で、うん、でまあ伸びる生地の T シャツ。NG は2つぐらいで、うん、異常に臭いものは出して、ああ、まあ、そうですね、はい、異常に汚れてるもの、うん、そのそれだけです、うん、それ以外、まあ、まさか洗わないものを送る人はいないと思うんですけど、まああのちゃんと洗って、はい、で素材とかはあれですか、あの別に綿 100% じゃなきゃいけないとかっていうのはなくて、限らないみたいですね、はい、ポリが入ってようがなんか、うん、なんかかぎ針であれで編むからちょっと伸びる素材であれば、ね、いや編みやすいって言ってました、ね、アイシャツとかだとやっぱ伸びないんだけど、うん、衣類だったら T シャツ、うん、薄いトレーナーとかでも場合によっては編めるって言ってました。それもね、あのぜひ全国から募集してるということなんでよろしくお願いします。でもちろんね、あのサンマにちょっと話が戻りますから、はい、サンマです、お腹大丈夫戻ります。でこれはあのお腹の今回だからお腹の方だけじゃなくっていろんなところから来られた方々ってもいらっしゃるったんですか。いらっしゃいました、うん、はい、東京の方からの、あの、ね、はい、横浜の方からも、うん、あの個人の方で、はい、普通にあのお祭りを楽しみに来る方々もいらっしゃいました。もともとね、これだって15回目ってことだから、ずっとやってこられたわけで、はい、その時にね、あの、過去に来た人たちもいるでしょうし、うん、まあ、去年はちょっとね、さっきおっしゃったように、そうですね。まあ、うちわでって感じだったけど、うん、なんか、今年やるんだっていうと、待ち構えてこいじゃなくてっていう人も、多分。そうですね、はい、うん、そうですね。秋田とか山形から来たっていう方も、うん、いらっしゃってました。前来てたんだよね。へぇ、で、あの、各種ステージイベントとかっていうのも書いてあるんですけど、サンマやってただけじゃなくて、はい、イベントもなんか結構有名な大月みやこさんとか演歌歌手の方とか、うんうん、あと徳光高尾、堀内さんも来てたらしいんですよ、はいはい、来てたらしいんだけど見れなかったそうですね、というのはなんか途中で1時ぐらいかな、本当に大月みやこさんが多分出るぐらいの時に大雨がうわーって降ってきてですね、そのでもみんなテントにわーってかこう逃げ込まなきゃいけなかったりしてその時だったのでちょっとなんか堀内さんとかをゆっくり見る余裕もなくって感じですね。ちょっとそうですね、テントの下にいないとちょっと移動ができないぐらいの雨が降ってきて、はいはい、でも多分東京とか関東であれば終わりだろうと、うん、サンマ焼くの終わりだと思ったんですけど、うんうん、ほんのちょっとあの時間空いて少し小ぶりになってきたのかなっていうぐらいにあのサンマ焼きの現地の方々がテントを持ち出してガーッとかやり始めて、うん、やるのかとか思ってさすが女川魂を見たみたいなすごかったありますね。ちょっと本当に再会すると思わなかったバーナー持って歩いてきた時そうびっくりしましたやるんだみたいなそうたまたま近くにいて見てたんですけどやっぱあれですからね、あの女川って言うとやっぱりこうあの水揚げっていうか、うん、もうね、はい、あの辺ではもうすごく多いとこですからね、うん、そういうこう海の男たちもいっぱいいるでしょうし、海の女たちもいっぱいいるでしょうし、確かに女たちもたくさん、はい、男たちよりももしかしたら女たちの方が強かったりするっていう街ですからね。なんか全然動揺して、あんま動揺してなかったです、ね。そうですね。強かったです。他にもなんかイーガー賞って、まあ、ちょっとこれちっちゃいですけど、はい、イーガーの賞とかもすごくなんか地元の子たちに、うん、ね、あのすごく人気があって、普
通に聞いてても面白いんですよね。我々も楽しめるようなのもあったりして、ご当地ヒーロー、そう、イベントもすごく面白かったみたいですね。うん、まあ、確かにそばその高政っていう名前はもうおなじみなんですけど、はい、これね、高政さんのね、高政さんのかまぼこ、かまぼこ持ってきて、美味しいですよね。あとであります。高松さん。あのもちろんね、笹かまっていうといろいろね、まあ石巻とか仙台にもあるんですけど、私的にはやっぱちょっとここが一番かなと、あんま言ってしまうためですけど、他も美味しいんですよ。美味しいんですけど、高松さんはすごく美味しいなって。そうですね。2日目はやっぱ高松はじめその峰子ハウスとかいろんなところを回るっていう、うん、まあある種。お買い物ツアーじゃないんですけど、経済的な、こうなんていうか、お役に立てば、このグッズがすごいあります。はい、工場見学もしたのね。はい、工場見学。高松さんの工場。つなぎを入れない方式でやってるから、うん、なんかあのそれが誇りです的な。うん、その高松さんの工場は、あれやっぱりダメージとか当然受けたんですよね。それでも、はい、そうそうですね、多少あの津波は来てないんですけど、電気とかが止まって、はい、ちょっと損壊して、うん、でもすごいもうご存知と思いますけど、うん、その日に冷蔵庫にあった揚げかまぼこ全部出して避難所に配りに行ったという、うん、すごい、うん、そうか。じゃあ高松さんはこう営業できる感じで、うん、まあ、なんとかみたいな、なんとかですよね。かなりも大変だったみたいで、はい、でもそれってあれじゃないですか、やっぱり地元の人にとっても高松さんのかまぼこってやっぱりこう長の中ではね、うん、やっぱりこうみんなが、まあ、なんて言ったらわかんないけど、まあ、誇りんじゃないけど、うん、中心のメインのものじゃないですか。だから、うん、そうするとそこが元気だとなんとなくね、うん、私もなんか嬉しい感じ。そうですよね、うん、横浜だったらなんだろう、崎陽軒的な、ね、すごい街のシンボル的ななんかこうものだから、うん、それはなんかすごい嬉しい感じがしますね。うん、多分すごい街の人たちもね、励みになったと思うし、励みになりますよね。その、うん、そうですね、頃たまたまあの仮設にあの去年伺った時に、なんかあのちょっと仮設の中で作業するお仕事だったんですけど、その時にあのそのお住まいの方が、かまぼこあげるわって高松のかまぼこで、それでなんかちょっとお話ししてたら、いやみんなかもあの高松には感謝してると思うよって、こうねずっと無料で1ヶ月ほど配ってあったかいのをおっしゃってました。このオナガカレやっと手に入れたんですけど、食べ物これ、これなんか謎な人がいます。食べ物だけの話になってます。食べ物ばかり、ここにある食べ物が大体、ね、そうですね、まあ、T シャツもありますけど、はい、これあのコンテナ村役場に行ったら、うん、なんかあのコンテナ村役場じゃない、コンテナ村商店街に行ったら、はい、村役場職員っていう T シャツがあったんで、うん、思わず買ってしまいまして、コンテナ村、そうなんか仮設商店街で、どこだ、どこの NGO だったっけな、なんか確か、なんかあの NGO の支援で建てられた、ちっちゃい最初にね、そうです、仮設商店街、仮設商店街があるわけですね、はい、あのコンテナの、でこれ裏にこう書いてありますけど、文字が、これですね、これのおだつな、おだつな津波って、おだつなってこれどういう、おだつなよってどういう意味？おだつなよって、ふざけんな、ふざけんなって感じですね。ふざけんなって感じ、うん、ふざけんなよっていうね、負けないぞみたいな感じだと思うんですけど、負けねえどって書いてますから、宮城ね、そうですね、負けねえ、これ宮城弁ですね、お長弁っていうか、うん、はい、もうね、聞いてもね、分かんないんですよ、はい、宮城弁は分かんない分かんないんですよ、なんかいろいろとね、こう取り囲まれてっていうか、いろんな人たちと話したんですけど、あのこう分かってるふりしてこうニコニコ笑いながらうなずいてたんですね。はい、ってでも途中でバレて、あ、標準語でないとダメだって言って、途中で標準語を喋ってくれてそういう経験ありましたから、ね、気を使っていただいて、そうそうそう、気を使っていただいて、もうすっかりバレてるみたいなねその言葉でお出すなよっていうね、いいですね。はい、まあ、今回そのさんま祭りがあの、まあ、きっかけというか、それが、まあ、メインというかで行かれたんですけれども、はい、女川自体のその、まあ、復興っていうか、その支援とかっていうのは、あのこのボランティアステーションの方ではどんな形のことが今やられてるんですか？そうですね、まあ、もちろんいろんなところがあるからね、うん、はい、ですけど女川は
結構今頑張ってるのは、うん、あの産業支援チームっていうのがまたちょっと絆巡りっていう、うん、あのこの絆巡り事業も何なのかっていうのは全然話してなかった、うん、そうですね、絆巡り事業ってことですよね。そうですね、まあ、絆巡り事業は要するには観光の、うん、観光産業をこうあの応援していこうっていう事業で、あの神奈川県でですね、うちのボランティアステーションからももう相当7000とかですね、すごい数のボランティアの人たちがまあ関わってくれて、で今までボラバスとかにものあのボランティアバスにも乗ってくれていたんですけど、まあ、そういう人たちを今後どうつなげていくかって考えた時に、やっぱり現地の方たちの、まあ、ボランティアで行くだけではそこで終わってしまうので、いかにファンを増やしていくかっていうのもすごくこれから大事になってくるかなと思っていて、まあ、そういったところをですね、本当に復興ツアー的なものを企画として組みながら、まあ、向こうの現地の方に行ってもらえる、うん、あのリピーターとかを増やしたいなっていうのが一つ大きな考えとしてあって、これをやってきたんですけど、うん、まあ、それとはちょっと別 の、 あの産業復興支援みたいなのをやってるチームがありまして、で今回まあ女川の何て言うかな、中心的な、今日ちょっと来れなかったんですけど、はい、その、 あの中心的な女川とこう神奈川を結びつけてくれたのは、うん、その産業支援のリーダーの方で。はい、でまあ、その人たちがですね、今度また10月8日に向こうに行ってですね、結構ファンケルさんとかですね、あのいくつかの会社さんと一緒にあのフラダンスショーとか、うん、あのイベントを一緒にやるみたいなのを今度またやったりとかですね、あのこの間本当に来ていただいたあの講演会、あの被災地のまあ復興についてのあの企業との講演会みたいなのをやった時も、あのまあ南部市場さんとですね、やっぱり女川のあの中心的な方々ですね、今回のあのサンマの収穫祭にも来てたんですけど、女川のあの青年部会かな、うん、青木さんですね、この声が、ね、いた人ですね青木さんという方とか、あとやっぱ町長の方とか、あと高政 の、 あの若旦那みたいな方もそうですね、うんうん、あの辺の人たちと一緒に結構その産業支援チームで頑張って動いていて、やっぱり向こう の、 その産業自体を立て直さないともう どうにもならないということで、いろいろその、まあ、イベントを一緒に開いたりとかですね、あの講演会開いたりとか、そういうのをちょっと頑張っているっていう感じですね。ね、あのシールの町長さんもおっしゃってましたね、うん、シールの町長さんも町長さんおっしゃってましたけど、とにかくお長に来てくれってね、おっしゃってましたよね、はい、もう物見さんだろう、何でもいいからって言って買って、あのなんか昆布の昆布も買ってってくれとかってねおっしゃってましたよね。やっぱりね、来てみていただかないとわからない、うん、あの、まあ、ある意味のそのね、あのすごい悲惨な切なさとかもそうだけど、うん、あと女川の面白さとか凄さとかもやっぱりね、うん、来ていただいた方がはっきりわかるので、はい、なんか今までは結構ボランティアで行って、うん、やっぱりこう頑張んなきゃとかですね、うん、結構そういう感じがすごい強くて、あのなんていうかな、街をゆっくり楽しむとかそういう形ではなかったんですけど、うん、でまあやっぱそれどころでは向こうもなかったっていうのはすごくあるんですが、やっぱり今後は本当にね来てほしいし、一緒にこうね事業をやるなり一緒に楽しんでほしいとかですね、そういう人が増えてるのかなっていうのは、なんかこういう言い方するとあれですけど、なんか話聞いてると行くと楽しそうですね。行ってみたい感じ、そのコンテナ商店街とかね、なんかいろいろ聞いてるとなんかすごい楽しそうだなっていうのがすごくありますね。もちろんなんか皆さん大変な中でそれはやられてる、それはもう前提で当然あるんだけど、でもすごく魅力的な街だなと、もともとね魅力的な街だから、 その魅力的なところがねまたそう少しですね、なんか戻ってきてるっていうか、また新しく作ってるっていうか、そういう意味ではやっぱりこうね、さっきおっしゃったように、今おっしゃったようにそのこれから産業を立て直してっていうことだから、やっぱ産業を立て直すってことはそこに人が行かないと、そうですね、お腹の一つだけではね、
そう、産業立て直しができないわけで、うん、外からやっぱりこう人が来て行き来する中で産業って生まれてくるものだと思うんだ。そうですね、やっぱちょっと今まだあと数年は本当に町の人たちだけだと、うんうん、やっぱとても大変だし、うん、ちょっと辛いかなっていうのは、うんうん、思います。だからね、人が行き来してこその産業ですからね。横浜だって横浜だけでとてもじゃない、まあ、人口多いけど横浜にもね、なかなか厳しいと、ねね、自分たちだけでなんかこう、はい、なんか小さくまとまってるぞみたいな、どう考えても、ね、おかしいわけで、交流が大事ですよね、うん、本当。そういう意味でね、やっぱりそこをこう繋いでらっしゃる皆さんはすごく大事かなと思いますけど、そうです。と、そうだ、今週末に女川の後なんですが、はい、今度はですね、ちょっと大槌町、岩手県の方なんですが、はい、大槌町という釜石とかの方なんですけど、うん、大槌町のキリキリ地区っていうところでですね、もともとなんか共存の森ネットワークさんっていう NPO で、もともとこちらはなんかいろんな里山とかに行ってですね、まあ、林業とか農業とかいろいろやられてるおじいちゃんおばあちゃんを中心にですね、高校生の子たちを行ってもらって、そのおじいちゃんおばあちゃんの言葉をこう、なんていうかな、もう録音しながらこうひたすら聞いて書くっていう、そういうなんか聞き書き甲子園とかいうのをずっとやってる団体さんで、で、まあ、震災がですね始まっ、震災が起きてからはキリキリ地区の方に中心にずっと入ってきた団体さんなんですね。で、今回そのキリキリでずっと聞き書きを行ったなんていうかな、本を出して出版した記念で、森と海暮らしの復興っていうそのボランティアツアーをやろうということになってですね、でうちのボランティアステーションで以前3月ぐらいにですね、代表の吉野さんってこの共存の森ネットワークの代表の方をお呼びして、講演会でパネリストとして来てもらったんですけど、まあ、なんかそのつながりがあったのでですね、神奈川の方でもぜひ一緒にやらないかっていうことで協力させていただいて、まあ、絆めぐり事業のまあ一環としてみたいな形でちょっとこの復興ツアーみたいなのをさせていただくことになりました。で、まあ、なんかすごい地元の本当に町内会の人とかですね、本当林業とか漁業にずっと携わってきた人たちがほとんど中心になって、で共存の森のメンバーの方々とかと、まあ、一緒に行ってですね、本当に向こうのおじちゃんおばあちゃんのお話を聞いたりとか、あと一緒になんかこう町内会の人たちと掲示板作りを手伝ったりとかですね、草むしりやったりとか、そういう感じのボランティアと、あとなんかこう朝市ですね、なんか向こうの海産物を売ったりとか、あとなんか大槌町とかだと岩手の方だとなんか虎舞って、虎の舞、獅子舞じゃなくて、なんかこう虎が、ちょうど今週末かな、女川さんまの収穫祭とちょっとかぶってたんですけど、大槌町の方はお祭りがあって、こう虎の舞がすごいやってたみたいなんですけど、その虎舞とかもですね、その朝市の時にやっていただいたりとかで、まあちょっとそういうことで一緒にまあいろいろお話聞きながらですね、スタディーツアー的な形で、交流とかを深めていければということで。ちょっと今回初めて共存の森さんもツアーを開くらしいんですけど、なのにも行きます、これは普通に皆さん参加したいっていう方は普通に行って、
そうです。できるですね、あもうね、一応募集は締め切り、締め切っちゃったんですけど、はい、うん、横浜と、東京から、うんうん、とバス両方出してっていう感じ。もう満席で。もう満席で。そうですね。で、すごい。そうだもんだ。もう募集開始1週間ぐらいで締め、もう大人気で埋まってしまったんですけど、こんなのに行ってきます。暮らしの復興そうですね、はい、まあここでね、まあ見てこられたこともまたちょっとこちらの方のね、ユーストとかいろんな、あとはそうですね、はい、こちらの方のね、ウェブページとかいろんなところで多分共有していかれることだと思うんですけど、そうですね、はい、やりたいと思ってます。はい、うん、はい、ありがとうございます、はい今ね、さっきそのまあいろんな、まあ、今日もいろんな話を伺ってて、まあ、毎月1回ね、そのいろんな話をこちらの方で聞かせていただいてるんですけど、1ヶ月ごとになんかその少しずつまあもちろんその継続して、まあ、同じ支援っていうのもやられてるけれども、なんかそのステージがちょっと変わってきてるようなイメージもすごく受けていて、その辺がなんかすごく私的にはこうなんか印象的なんですけれども、うん、今当然そのまあ当然なんていうのかな、こう、仮設住宅っていうのはまだまだそこに住まれてる方が当然どんどんなわけで。そこから、今まではまあなんかいろんなね、こっちから物資が行ってとかなんかいろんな支援とかあったんですけど、うん、今はもう全然そこから何かこう例えばそういうこう産業を生み出すとかっていう動きになってきてる感じなんですかね、全体的に。なんかまあもちろん立ち直れてない企業の方々もたくさんいらっしゃるんですけど、うん、まあ、ご自分で借金をして、うん、まあ、養殖業を再開している方もいらっしゃれば、うん、まあ、まちまちですね、やっぱちょっと市町長さんがおっしゃっていたのは、うん、ちょっと差が開きつつあるかなと、うん、例えばお祭りに来る方、はい、来ない方も当然そういう、ね、方も当然ですけど、うん、やっぱ状況的に少しこう前進んでいる方とまだ進めないでいる方も。というお話はちょっとなさっていらっしゃいました。うん、その辺のこう細かい情報ってなかなかやっぱりね、まあ、自分から取りに行かないってのもあるんですけど、見えない部分がやっぱりあって、なんとなく全体的にぼんやりとこう雰囲気的には復興が進んでんのかなぐらいにしかみんな多分思ってないっていうか、よく分かってない部分があるけれども、まあ、当然その細かく分けていくとね、いろいろあるじゃないですか。だから今おっしゃったようにそのこう差が開いてきてるっていうことも現実としては例えば出てきたりとか、うん、そうですね、やっぱなんかまあ普通に横浜で生活してても、うん、本当にこういろんな人がいて、まあね、はい、やっぱり差もすごい激しいと思うんですけど、うん、特にこっちのやっぱり被災地の方だとそれが顕著なのかなと感じますね、うん、すごくこう前向きに、うん、頑張ってる若い人たちとか、うん、お年寄りもそうなんですけど、うん、本当にこう女川で布造りとかやってるおばあちゃんたちとか、うん、やっぱりすごいこう外に向けて頑張ろうってしてる人たちもいれば、多分やっぱりその陰ではすごく大変な人たちもいたりして、うん、まだまだなんかその差がすごく大きいのかなっていうか、さらに大きくなってきているんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりしますね。かといってね、やっぱりこう、まあ、ここら辺の進んでる方々、はい、まあもう泊まるわけにもね、うん、いかないし、やっぱ泊まるとやっぱりこう、いろいろ考えてしまうというお話は、まあ、他のところでもちょっと伺うんですけれども、走っていないと考え込んだりこうなってしまうから頑張って走っているという方もいらっしゃるんですね、うんうん、そうなるとあれですか、やっぱそうやってこう頑張っていらっしゃる方々が今度は ね、ある程度こう自分たちのものを築いてくれば、やっぱりそう全体的にこう、ね、いろいろとまだちょっとまあ、足踏みっていうか行動を起こしないっていうか、こう一歩前に出てない人たちをこう、こうなんかじゃあちょっと一緒に頑張れよみたいな感じになっていく可能性もね、あるでしょうし、多分そういう人たちをじゃあ今度神奈川の人たちがね、例えばサポートしていくみたいな感じになっていくのかなっていう、そうですね、どこまでできるか本当に、ね、でも本当に向こうの人はさっきおっしゃったみたいに、とにかく来てほしいっていうのと、やっぱ忘れないでほしいっていうのは必ず幾度に言われるので、
それはやっぱ忘れられない言葉ですね、うん、こうやって繰り返し、まあ、広く行く人もいるでしょうけど、同じところにずっと行くとやっぱりまた来てくれたっていうのはすごい向こうの喜びみたいだし、うん、こっちも嬉しいし、こういうのずっと続けていけたらなって思いますね。そういう意味ではね、やっぱりその、私たちも、まあ、要するに被災地じゃないところに住んでる私たちも、なんか本当にその関心を持って、うん、例えばもちろんその実際に行く人たちはもちろんそうですけど、そうじゃなくて、まあ関心を持っていつもこう情報どうなってるのかなと思ってる人たちと、うん、まあなんとなく別に忘れてるってわけじゃないんだけど、日々の生活の中で、ね、ちょっと関心がこうあんまりそっちの方に気持ちが向いてない人って、うん、その差もなんか逆に言うとこっちの方でも広がってきてるのかなっていう感じはちょっとしますけどね。わかりますね、すごく感じますよね。ここだと共通言語だと、そうですよ、ね、ここはちょっと特殊、ちょっと特殊ですけど、通常仕事とかで接する人は、うん、あの女川に行くんだって言っても、女川どこから始まって、うん、そこで何があったかを、ああそういえば的に話す人も結構、うん、結構びっくりです、ね、できましたよね、うん、やっぱこっちの方の差を縮めるっていうのは、いろんな広報したり、うん、なんかこういう人たちがいるんだよっていうことで伝えたりっていうのは、忘れちゃいけないし、やらなきゃいけないなって思いますね、うん、そういう意味ではね、その向こうの方の支援もっていうのがあるんだけど、うん、こっちの方の情報格差、まあ、情報格差っていうか差がどんどん広まってる中のそっちの方のこう情報をね、うん、こうぐーっとその差を広やっぱ縮めていくっていうのも、うん、それもまたすごくエネルギーがいることで、そうするとね、ボランティアステーションだけだとちょっとかなりあれですよね。なんかもうちょっとこうメディアの人たちとかね、まあもちろん浜っ子ストリームは頑張りたいと思いますけど、素晴らしい、ありがとうございます。でもやっぱね、そこの差をやっぱり縮めなきゃダメだっていう感じがしますよね。直接だから行って支援、まあね、何も知ってない自分がなんか言うのもあれなんですけど、でもやっぱりこうそこの差はやっぱり縮めていかないと、おっしゃったようにその忘れないでくれっていう思いがなんかどん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 ね、このなんかボランティアステーションレベルで、私たちとかボランティアスタッフレベルだと、今回はたまたまあの友人を一人、全くそういう活動してなかった人を連れて行くことができて、でやっぱり彼女は初めて被災地に入ったので、今私はそんなあのすぐに入ってませんけど、去年10月ぐらいに初めてあの岩手の方に行って、その時の衝撃はと直後の衝撃とまた違いますよね。で10月と今とは全然また違ってるのに、今回初めて行くと、あんな状態がまだある続いてるんだっていう、初めて行った人にとって今の景色も衝撃で、でそうするとかえって多分誰かに話すと思うので、そういうので広がっていくというようなレベルでの広報というか格差縮めをしていくぐらいが、まあね、人的には、その例えばあの全然話が違うかもしれませんが、阪神大震災の時だって私自身その仮設住宅がその随分長い期間に応じて仮設住宅で住んでた方々がいらっしゃったわけじゃないですか、うんはい、それすらも全くね分かってなくって、うん、改めて聞いて、えそんなに長い間仮設住宅に住んでたのっていうのが初めて分かるわけですよね、うん、だからそういう状況って多分もうこれからどん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 起きてくることで、加速していると思いますね、うん、特に今回あのいわゆる被災地が広いので、うんうん、やっぱそれはあると思いますね、うん、だからやることはすごいたくさんあるなっていう感じですけど、でもこのなんていうんでしょう、そういう意味でのこう支援っていうのか分かんないけど、広い支援のやっぱりこう仕組み作りっていうか、その、ね、関わる人たちのやっぱりこうどんどん増やしていくっていうか、ね、違った意味でのそのフェーズで、多分支援のフェーズがまた違うところに、あの違う、うまくちょっと喋れないんだけど違うフェーズに今行ってるんで、もっとだから逆に言うと、今これからもっともっとたくさんの人が入ってもらわなきゃいけないっていう感じがしますよね。そうですね、今がなんかとても大事な時なのかなって、うん、2年目にもすぐ入ろうとしていて、もちろんね、やっぱりなんか人もやっぱり減ってはいってるんですよね、このステーションに関わってきて、ボランティアの例えばバスとかも募集がだんだん人が減ってきているなっていうところも感じていて、これから多分ますます、まあ、風化も進んでいってしまうのかなっていう危機感とかも私も
感じたり、現地の人たちはもちろんものすごく心配していて、これからまた冬に入って2年、まあ2年目の冬ですよね、なんですけど、でちょうどでもいろいろこう新しい動きがどんどん出てきていてっていう意味ではとっても面白い時期でもあったりし、面白いって言っちゃいけないんですけれども、やっぱり新しい動きというのは現地の方、ね、現地の人たちもそうだしね、なんか今回のことでって言ったら変、すごいちょっと難しいんですけど言い方、うん、初めてその東北に行ったっていう人も結構知り合いにはいて、で行ってみて、東北って前は旅行のなんかたまに行く場所とか、美味しいもの物産展で買うとかっていうレベルのが、実際行って人と接して東北って魅力的じゃんっていうような感想をよく聞くんですよね。私もおばあちゃんたちにこんなになんか話すのっていうのはやっぱ初めてだったし、で話すと面白い人がいるんだなって思うし、なんか今回きっかけにっていう言い方はすごい、ね、あの難しいんですけど、なんかこれ震災っていうのがあって初めて東北と触れてつながりができてっていう新しいなんかこうつながりのが多分できてるんじゃないかなって思うし、なんかそれがもっと強くなればいいなって思います。シール町長さんからいいんだよそれでって感じになりそうですけどね。自分の東北はほとんど縁がなかったので、今回こういうことがあって行くようになったんですよ。知り合いとかでもやっぱり、でも行きたくても、例えば身体障害をお持ちの方とか、小さなお子様とか、あと仕事でもどうしても行けない方がたくさんいらっしゃる中で、その方の代わりに私は行ってるつもりなんですけども、せっかく行ったら何かね、そういう方、土地の方々のこととか、あと美味しいものとか楽しいこととか、あとまあ切ない状況とかをお伝えできれば、まあ、そういうことしかちょっとできない、自分はなかなか大きなことはできないけど、まあ、そういうことはできればとは思うんですけど、だから、ね、そこでやっぱりこう、まあ、当然いろんな需要があって、まあ、全員がまあ行くわけじゃないから、行かない大勢の人たちがいて、そこのとことのやっぱりこう情報格差っていうか共有をね、なんかしていけるものがあったらいいですよね。風化絶対させないっていう、まあ、みんなが言っちゃうとね、また経済が、日本的な経済が成り立たないと、今度やっぱり復興自体が支えられないので、そういう意味ではあの、まあ、行ってる人たちと、あとこう、まあ、情報をうまくね、こう共有していただければっていうのは、で地元でね、やっぱこうやるとか、まあ、旅行で行くとかでもいいですし、そんな感じでもいいと思うんですよ、そういうのをね、なんかこう計画して、なんかこう全体でこうプロデュースをしてじゃないけど、ここで情報を出してとかね、なんかそういう動きがあればいいし、まあ、もしかしたら国でやってんのかもしれないけど、やってなさそうか。細かいところまではやっぱり、やっぱりね、いかないなっていう感じがしますね。市町村とかいろいろ頑張っていらっしゃるっていうね。まあね、それぞれのレベルでね、それぞれの立場で頑張ってる方々って、それね、国にもいらっしゃるし、まあ、実際にもいるし、ボランティアの方もいるし、NGO の方もいるし、企業の人もいるしってのは分かってるんですけどね。それがなんかこう、うまい形で。そうですね、まあ、誰かが旗振ってもしょうがないってなるかもしれない。そうです。なんかでも私たちができる段階としては本当に口コミ的な、なんていうかな、マスを動かすのってすごく大変なことで、でもやっぱり口コミ的な部分、 Facebook とかでもそうなんですけど、まずはそういうところから あの情報発信的なものが一番大事なのかなとか思ったりしていて、で、なんだろうな、町の人たちを盛り上げるじゃないけれども、あのできることって言ったら多分行ってお話をして、でそういった人たちの魅力を他の人たちに伝えるとか、それぐらいが私たちがまずできるところなのかなと思っていて、なんかそういうところのお手伝いをまずしていければなって思うんですよね。それが一番早くて、もしかしたらそれが一番強いのかもしれないですね。あと実際に現地の方に伺うと、なんだかんだで現地の方にお世話になっちゃうんですよね。はっきり言ってお世話になっているので、まあ、それの恩返しもできればなっていう、まあ、本当にそうなんで、まあ、普通のそれはお互い様のね、お互い様だと思っているので、はいはい、何かね、そういうことでちょっとでもね、とは思ってるんですけど、本当にいつもありがとうございますみたいな感じです。そうです。まあ、そんな中で本当におっしゃってるような新しい仕組みっていうかね、うん、こっちの人たちがもっと関心を持ってもらえるようなアクションみたいなのを私たちも考えていかなきゃいけないし、向こうの人たちももちろん考えていってほしいし、
なんかそういう相乗的な、なんか今後は本当にウィンウィンっていうか、そのお互いになんか切磋琢磨しながら、あの関係づくりしていけたらすごく良いのかなって、なんかそういうのを考えたり今すごく、うん、してますね、うん、ちょっとやっぱり一人一人ができることを考えて八木さんもすごい言ってたんだけど、なんかね、何ができるか分かんないけど、でもいい方向に行けたらいいよねっていうのはすごく、うん、彼女は常にやれることを必要な人に届けるっていう、なんかそのそれが自分の信念だそうで、あのやっぱそれしかないなっていう感じですよね、うん、やれること以上をやろうとすると無理も生じて破綻したりするので、それをねやっぱり一人一人で考えていきましょう、ね、まずはでも行ってみましょうっていう感じですね。そうですね、あ、で今度10月の20日に日比谷公園で、うん、あのこのこれは実はなんか前夜祭ぐらいな感じで、はい、今度日比谷公園で女川のサンマをひたすら焼いて、こう東京都民の方々に食べていただきたいということで、はいはい、このまた収穫祭メンバーたちが頑張って、今度は1万匹のサンマを配るっていう話を、日比谷公園で10月の20日の土曜日ですね、はい、皆さんもうあの、はい、手帳にメモしてあの今回のサンマ収穫祭で最後はいつも15年間やってらしてそうなんですけど、サンバでサンバっていう、うん、あの踊りがあって中学生が踊るらしいんですけど、それみんなで踊ろうとかスタンバイしてたんですけど、土砂降りと雷で中止になってしまいましたので、それだけで踊りだけでも行きたいなみたいな、ね、サンバをもらうんだからなんかこう代わりになんかこう持ってきたい気がします。確かに、ありがとう、じゃあこれそれどうぞみたいな。神奈川でシュウマイ持ってってもあるかな。横浜ビールとかをこう持っていけたらいいですよ。ビールやるじゃあいっぱいみんなで飲もうみたいな。神奈川のサンマと横浜ビールコラボ最高、最高。ちょっとそんなことも考えつつ、そろそろこうちょっと時間が過ぎた感じですかね。過ぎてます。結構過ぎてます。またちょっと、来月もこちらの方にお邪魔をして番組を放送届けさせていただきたいと思いますので、またきっと新たな動きがあるかなと。サンマの後ですかね、もしかしたら。あ、そうだ、サンマ、そうですね、日比谷の後ですね。日比谷の後ですね。そうするとそれの話もちょっとできるかなと。できたら一緒に絵撮ってくればいいですけどね。食べに行きましょうかね、サンマね。中継でも、中継でちょっとその辺もしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん次回も楽しみにしてください。はい、ということでディレクターなんか一言。はい、いいです、いいです。ありがとうございます。言い尽くされてます、はい、ということで、今回はね、こちらのブラステの方から放送を行わせていただきました、はい、じゃあ皆さんお体に気をつけて、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、20日さんま、多分なんかそれだけしかない。重要な情報です。重要な情報です。なんかあの女川の今ガリキと言葉好きなんですけど、女川のガリキと東京都が風を受けよう。ここは横浜、151年風を落とした窓。